僕が僕であるためにゴキブリ続けなきゃならない、効き目あるのは何なのか、それを皆さんに知らせるため、僕は軍手つけて少し人の目気にしながら、この真夏の夜の街にゴキブリ求めてる。はい、始まりました。このチャンネルの真骨頂、ゴキブリの動画でございます。私のタイトルにゴキブリってついてた場合はもうゴキブリが鮮明に出てきますんで、そのつもりでいてください。はい、チャーシュー麺頼んでチャーシュー入ってなかったら怒るでしょう、詐欺だって怒るでしょう。それと同じで、私のタイトルにゴキブリってついてたらゴキブリが鮮明にモザイクなしでドカーンと現れますんでね、覚悟しておいてください。そういうチャンネルです。このチャンネルはこういうチャンネルが YouTube に一つや二つあったってね、いいじゃないですか。ほんとこんな動画よりもっと不快でくだらん動画いっぱいあるじゃないですかね、そう思うでしょう。はい、脳書きはこの辺にしておいて、今回はこの重曹ゴキブリに効くのかというのをやってみたいと思います。これはね、なんか海外では一般的らしいんですよね、重曹を餌に混ぜてゴキブリに、それをゴキブリが食べたらなんかこの重曹の炭酸でゴキブリの内臓が、まあ、破裂すると言われてたり、そのもう物を食べる、もうお腹が膨らんで餌を食べれなくなって餓死してしまうっていう、そういった説があるんですよね。これ重曹は炭酸みたいで、ね、この人間はゲップを出せるんですけど、そのゴキブリとか昆虫はゲップを出すことができないんで、そういったことで、ね、もうお腹が膨らんでそれで死なせてしまうらしいです。はい、これまあ人間には重曹は無害ですからね、人間とかペットには重曹は無害と言われています。はい、ね、それではね、どうするかというと、この昆虫ゼリーにね混ぜて与えてみたいと思うんです。この昆虫ゼリー、クワガタが飼ってるんでいっぱいあります。これをね、ちょっと重曹がね固まってるんですよね、長年使ってないから、ちょっと袋に重曹を入れて粉々に塊をほぐしたいと思います。これも皆さんどうなのか気になる人もいるみたいなんでね、あ、ちゃんとほぐれてますね、粉になってます。ではね、これをこの昆虫ゼリーにねまぶしたいと思います。このようにスプーンにとってね、うわばちょっと食べてくれるかな、まず。食べてくれるかな。こういう動画こそね、もっと評価されるべきだと思いませんか。本当にこういうのこそ本当キッズに見てもらいたいよ。俺はこういうのを見てキッズにはね、将来研究家とかねなってもらいたいよね。研究家、発明家、生物学者とかね、学者とかね、こういうチャンネルを見て目指すキッズが出てくるかも分かりませんよ。本当にこういうチャンネルをないがしろにしないでほしいんで、気持ち悪いからとか言ってね、本当に、ね、2匹いてます、2匹いてます。臭いわこれ。本当粉も入れます。
キブリに付着した場合ね、この粉をね、綺麗好きなゴキブリは舐め取ってそれでもね効くらしいんで、この粉もね入れたいと思います。開けてね、さんよりはるかに弱いんで日数がかかると思うんで、ちょっと毎日更新していこうかなと思います。評価コメント次第で、見たいという人がいればね。そもそもこれ昆虫ゼリーを食べてくれるでしょうかね、乗っかってる粉乗っかってるんですけど、はい、こんな感じでね、もう実験というかね、もう実験ですよね、やっていこうと思います。はい、それでは一旦終了します。これで